皆さんこんにちは、サブチャンネルへようこそ。こちらのチャンネルの方もご覧くださっている皆様、ありがとうございます。今日は DIY 関係の動画を作っていこうと思います。何を作るかと言いますと、私は普段手回しオルガンという楽器を演奏していて、いろんなイベントなどで演奏してるんですけども、まだちゃんとしたネームプレートというものがないんですね。パフォーマンスをしてる時に、私は手回しオルガンという楽器を弾いて、名前をこじこじもへじって言うんですよっていうネームプレートなんですけども、普段はどうしてるかっていうと、ホワイトボードに手書きで書いたり、コンビニなどで A3 にプリントアウトしたものを使っていたりしております。ですがですね、最近昔からお世話になっている手紙社さんのおしゃれな素敵なイベントに関わらせていただくことが多くてですね、出店者さんのいろんなお店を回るのが楽しいんですね。で、その中でどの出店者さんもやっぱりそのお店の雰囲気、コンセプトに合わせためちゃくちゃ素敵な看板があるんですよ。なので皆さんももしよかったら手紙社さんのイベントに行った時には、ぜひお店の看板にも注目してもらうと面白いかと思います。で、この前もイベントに出てた時に、ちょっと自分もこういう素敵な看板が欲しいなと思って少しデザインを考えていました。で、自分らしい何か手回しオルガンをモチーフにした看板がいいなって思ってました。で、パッと浮かんだのがこちらのブックで、このブックをこの紙素材まんま使うっていうのも一つありかなと思っていろいろ考えていたんですけど、ちょっとかさばりすぎてしまうっていうのと、オブジェとしてはちょっと素敵な感じはするんですけど、ネームプレートとしてはどうかなと思って、でもこのブックの穴ってすごいおしゃれなデザインだなって結構僕は思っていて、このデザインを使うことにしました。で、普段僕が使ってるレーザーカッター、そしてこのブックを塗るときに使ってる、セラックニスは使うかわからないけど、ニスを塗ったりとか、あとは僕は今最近 3D プリンターを使っているので、3D プリンターを使ったちょっとパーツを作ったりとかして、自分の持ってる技術、そしてやれることっていうのをすべて、その看板に詰め込んだネームプレートを作ってみようかと思います。今回はそちらの動画をメイキング動画として残そうと思います。ちゃんと出来上がるかどうか。そしてもしイベント会場でその完成したものがどんな感じになるか分かりませんけど、見た時にはこの動画を見てもらえると、こんな風に考えながら作っていたんだなって楽しめるんじゃないかなと思います。目標は来週の都メッセで開催される手紙社さんのイベント、関西のみの市かなに、そちらで出せるように頑張りたいと思います。では、イラレを使って、ちょっとまずはラフデザインを作っていこうと思います。はい、早速デザインを考えてみました。最初は A4 サイズとかで作ってたんですけども、横長の文字なので、ちょっと長めに 500mm。で、高さは A3 の A4 の縦かな、210。210×500mm でやっていこうと思います。僕の持ってるレーザーカッターが 400×600 まで作れるので、レーザーカッターで作れるサイズですね。まずはこの名前なんですけど、このストリートオルガンっていうところ、手回しオルガンって書くか迷ったんですけど、英語の方がいいかなと思って、ストリートオルガン、こじこじもへじにしました。そこに、ブックの穴のデザインを、こんな風に、ちょっとデザインしてはめてみました。どうでしょう？僕は結構バランスよく作れたんじゃないかなと思うんですが、おーと思ってもらえたら嬉しいです。で、ここのブックの穴のところはレーザーでくり抜いて、向こう側が透けるようにして、この名前の部分はマーキングにして、少しレーザーマーキング、ちょっと彫る感じですね。彫刻をして、溝ができるんですけど、その溝の部分に、後で黒で塗るか何かするか、やろうかなと思ってます。じゃあ、工房に行って、早速加工してみましょう。はい、それでは工房に着いたので作っていこうと思います。3ミリ厚で作るか 5.5 ミリ厚で作るか迷ったんですけど、手回しオルガンを作る時に使ってるこちらの 5.5 ミリのこの板を使ってちょっと加工していこうかなと思います。多分3ミリの方が、持ち運びのしやすさとかメリットも多いんですけど、レーザーマーキングをする時にちょっと彫刻で彫らないといけないので、少し厚みがあった方が看板らしさもあるしいいかなと思って、今回は 5.5 ミリで作ってみようと思います。さあ、うまく出来上がるんでしょうか。使うのは2台レーザーカッターがあるんですけども、 50W と 100W の CO2 レーザーで、こういう厚いものを切っていくときは 100W の方が調子がいいので、 100W の方でやっていきたいと思います。今回使うのはこちらです。中華製のものなんですけど、パワーもあって
私は結構気に入って愛用して使っています。これを2台持っているんですが、こちらは 100W のものです。じゃあセットしていきましょう。はい、そしてこうレーサー加工をしたことがある人は分かると思うんですけど、結構このくり抜く作業をするときってこうベッドのところにベタって置いてると、持ち上げたときにあれ抜けてなかったっていうところは結構あるんですね。まあ、基本のパラメーターはいくつか自分の中であるんですけど、やっぱり木材って個体差もあったりして節があったり硬いかったりとかすると抜けないこともあるので、まあ、少し高さをちょっと浮かした状態にして、ちょっと後で綺麗にしますけど、少し浮かせて切るようにしようと思います。まあ、こうすることでちゃんと抜けたやつはベッドに落ちるようになるので、ちゃんと確認できるようになります。じゃあこれでいきましょう。こういうパーツで高さを調整します。フォーカスを合わせます。はい、大体合いました。大体で材料がちょっと浮きにくいように少し落ちちゃってるので、おもしろもずれています。でここからやることとしては、出力をゼロにして加工エリアの確認をします。そして確認が済んで大丈夫そうだったら、いざ加工です。いきましょう。はい、そしてこれが私が使っているレーザーカッターのソフトです。コーレルドローっていう、まあ、いられみたいなやつのレーザーのやつです。まあ、結構使いにくくって、最初は結構苦戦しました。でもだいぶ使いこなしてきたので、今では結構便利に使っています。ブック作りもこれを使ってやっています。センター合わせにしていきましょう。まずはちょっと全体の加工エリアの確認をこちらのプレビューでやってきます。今はレーザーの出力を 0% にしているので、レーザーは出ないで、一応この外周ですね、デザインの外枠のサイズ分だけこんな風に動いていってます。今回は結構加工エリアいっぱい使います。私の持ってるこのマシンはだいたい 400×600 なんですけども、今日のは 210×500mm の加工サイズですね。まあ、この鏡で反射するタイプのレーザーカッターは出力元から遠くなればなるほどパワーがちょっと弱くなっちゃったりもしやすいので、あまり限界まで大きく使うっていうのは非現実的かもしれないですね。はい、じゃあ確認が終わったのでいきましょう。まあ、加工するときどういう順番でやっていくかっていうのはすごく重要なんですけども、今回はこのブックの穴を抜くっていうものと、まあ、レーザーカットでカットしていくものと、こちらの名前、こちらは彫刻ですね、彫る方でやっていきます。まずこっちから行こうかな。まずはこのブックの穴を開けるところからやってみようかと思います。うまくいきますように。はい、今穴開けが終わったみたいです。無事に多分できたと思います。ただ上からのどういった感じ、ちょっと抜ききれてない部分もありますが、だいたい貫通してるんじゃないかと思います。多分触ったら落ちるんじゃないかな。落ちますね。じゃあちょっとこれは後で調整することにしましょう。で次はここに今度は名前をレーザー彫刻で入れていきたいと思います。こっちの 100W の方でレーザー彫刻はなかなかやらないので、まだパワーのパラメーターのデータがないので、ひとまず弱めの 10% でちょっと様子を見たいと思います。で弱かったらもう一回入れようかと思います。はい、動き出しました。彫刻は左右にスライドさせていって、まあ、プリンターみたいな感じでちょっとずつ下にずらしていって彫刻していきます。どんな感じになるでしょう。マジか、今ちょっと失敗してるところ見つけました。ずれてます、マーキングがずれました。マジか、もう一回作り直しです。もう一回頑張りたいと思います。うわ、マジか、これ結構きついんですよね。まあそういうこともあるさ、次頑張ろう。もう一回行きます。はい、一から作り直すか迷ったんですけども、1回目にさっきやったのは 10% で本当に 0. 何ミリしか跡がついてなかったので、まあもうちょっとパワーを強めて深掘りしています。で、あとで表面を最終的にヤスリがけをするので、まあ多分そうしたら最初の1回目消えるんじゃないかなと思って、このままやり進めることにしました。やっぱり、ね、作り直すともいいんですけど、材料もとても大事なので、素材もね
大事に使いたいと思います。じゃあちょっと様子を見ていきましょう。はい、今加工中なんですけど、この表面をやすりがけしないときには表面にマスキングテープを貼って、この焦げた荷がつかないようにしたりしますが、今日は大丈夫です。最後やすりをかけるのでマスキングテープを貼らずにやっています。もうちょっとですかね。はい、今マーキングが終わったので開けてみましょう。はい、こんな風に溝掘りが終わりました。先ほどちょっと説明もしましたけど、普段はこういうすすがつかないようにマーキング、マスキングテープを貼ったりしてやるんですけども、今回はもうちょっと一回失敗して薄く入っちゃったところがあって、そこも全部ヤスリで削りたいので、まあ、そのままでやりました。でこんな風に 1,2 ミリぐらいの溝が掘れております。であとはもうフレームをカットするだけなんですけども、まあ、レーザーで切ると結構焼き焦げちゃった感じになるので、ガイド線だけ書いて終わった後はテーブルソーで仕上げようかと思います。あとちょっと OK、 じゃあ取り出していきましょう。というわけで今無事にレーザーが終わりました。今現時点だとざっくりこんな感じです。まあ、このブックの穴みたいにこう貫通してる部分と貫通してない名前の部分を作ってます。まあ、裏から見るとこういう感じ、はい、で近くで寄ってみるとよくわかるんですけど、やっぱこうね、ちょっと表面がすすがついてたりするんですけど、まあ、ヤスリでバーって磨いてやりたいと思います。でこうちょっとね抜けきれてないものとかもあるんですけど、まあ、指で押せば簡単に落ちるので、それぞれ仕上げていきたいと思います。じゃあ今からここにあるテーブルソーっていう丸ノコみたいなやつの結構怖いマシンを使って、この縁をきれいに四角にカットしていこうと思います。はい、今無事にカットが終わりました。だいたいこんな風に四角くカットしました。でこれからこの表面をこのサンダーっていう道具で綺麗に表面を磨いていきたいと思います。はい、今ヤスリがけが終わりました。気になっていたここのミスでやっちゃったところも綺麗に消すことができました。いい感じになってきたんじゃないかなと思います。これから一回ちょっとホコリとかを取って薄く2層塗って重ねていくんですけど、まあ、ここのね文字のところをそのやってみようかなって今思ってるのは、 3D プリンターで最近使ってあのキラキラになるビルドプレート、それを反転させて印刷してここにはめ込むと文字のところがキラキラしつつ、まあ多分黒色の感じになると思うんですけど、でいい感じになるんじゃないかなと思います。ただまあちょっとキラキラさせない方が、あのちょっとツヤ消しな感じで、なんか雰囲気は合うような気もしますけど、まあ今自分ができるいろいろなスキルとかを詰め込んだ自己表現、自分らしさを詰め込んだ看板を作ろうと思うと、そこに入れるっていうのは一つ方法かなと思うので、今回はそれでやってみるのを目標にいきたいと思います。じゃあちょっと今日は多分2層塗るところまでかな。よし、ちょっと一回表面をきれいにしていきたいと思います。いい感じなんですけど、今軽く水に濡らしたら若干残ってる部分があったので、ちょっともうちょっとだけ乾かしてヤスリがけしてきれいにしていきたいと思います。はい、ではこれからいよいよこれに色を塗るんですけど、色塗りが実はすごく苦手で、どういう風にどうしようかなって思ってます。一番好きなのはこの今何も塗ってない状態に少し水を足した時のちょっと茶色い感じ、あの感じが好きなんですけど、まあね、このままクリアで塗ってもなんか可愛い感じはするんですけど、まあ、ちょっと色を足したいなって気持ちもあるので、いつも楽器に使ってるエボニーっていうこの水性ウレタンニスですね、はい、これを使って、でも結構薄めに薄めてちょっと塗ってみようかなと思います。
はい、うまくいきますように。頑張るぞ。はい、今できるだけ薄めに1回目塗りが終わりました。若干少し茶色がついた感じですね。いやでもやっぱ色塗りって難しい。やっぱ色塗らない方が良かったんじゃないかなって今ちょっと若干思っちゃったりしてますが、多分でも塗った方がいいですよね。多分そうだと思う。今ちょっとまだ濡れてるので少し濃いんですけど、多分乾くともうちょっと薄くなるんじゃないかなと思います。でもう一回ちょっとヤスリ綺麗にやってで、もう一回塗って終わりにしようかなと思います。こんな感じになっててます。でもこの透けてる感じはちょっと面白いんじゃないかなと思います。どうでしょう。ここまでクリアニスを3層重ねました。鏡面仕上げにはする気はないんですけども、こうやってちょっと光沢が生まれました。今日はここまでにする予定ですけども、1日ちゃんと乾かしてちょっと 3D プリンターでこのはめ込めるようにできるのかどうかちょっとやってみようかと思います。だいたい1ミリぐらいの厚さか2ミリぐらいの多分名前のパーツでいけるんじゃないかなと思います。まあ、でもちょっとこの感じのままでも素敵な感じもしますけどね。あとはこの看板はちょっと 3D プリンターを使ってフレームのところにちょっと面白いパーツを作りたいなっていう、今頭の中に設計図ができているので、そういうのも搭載してみようかと思います。引き続きいい看板になるように頑張りたいと思います。じゃあ今日の動画はここまでにしましょう。まずパート1でした。パート2に続く。お楽しみに。